んにちは、秋倉涼子です。先週ハオハオのお誕生日にリリースされました楽曲 For You を皆さん聴いていただけましたでしょうか。初めて今回楽曲制作をやったんですけど、その過程を動画で撮っていただいてたので配信していきたいと思います。その前にこの曲の思いをちょっとお話しさせていただきたいなと思っております。私たちはすごい特殊な環境で恋愛をスタートして、皆様にもすごい見ていただいたと思うんですけど、それがもう1年ちょっと経って、やっぱり皆さんと同じように悩みもあるし、愛とかその信頼についても悩むこともすごくあったんですけど、今この1年ちょっといて、今でも仲良しでいられるのは、まあ、皆さんのおかげでもあるし、すごいいろんな葛藤があったんですけど、その愛とか信頼について普段彼にも言えないようなこととかを素直に曲にしてお届けできてると思っているので、すごい私的にはとってもいい曲が出来上がったと思っています。皆さん本当にありがとうございます。で、私の夢だったこういう楽曲も作れたし、自分で歌詞も考えれて本当に幸せな時間でした。今回初めての楽曲制作ということで、一番最初の打ち合わせからレコーディングとか、あと話し合いをしている様子なども細かくあるので、私が本当に気持ちを込めて作った楽曲だと、これを見て分かっていただけるかなと思います。それではどうぞ。ちょっと大人ってくるようじゃん、こういうアコースティックコード歌っても一個あるかなと思ったし、めちゃくちゃストレートを伝えなきゃ、実は歌詞の内容がちゃんと伝わってるから、でも私あのポップっぽい感じあんまり歌えないんですよ。まあ、こういうのも今どきっぽくないですよ、いやでもそっちの方が今の子たちが聴いた時新鮮なんで、なんかどういう流れにするかってことですよね。そうそう、出会ってからの話ですとか、もう今のこの幸せを書いちゃうかによって、あ、じゃあそしたらこのワード消しましょう、でもあんまり内容はこう詰めない方がいいかなと思って、一応なんか一般の人たちに聞いてもらいたいなっていうのがあったんですね。いいラブソングになればいいかな、あの英語に入るだけでちょっとすげえベタなこと言ってるけど、でも英語だったらいいかなみたいな。今何を書いてますか？今は、歌詞のどういう内容にするかとかをどういう感じにするかちょっと書いてます。後で殴り書きします。いや、すごい可愛いなって思いました、ここら辺のフレーズ。この秋倉さんですが、ここに孤独使ってて、どういう系言います？なんか言いたいこと、言いたいこと、なんか緊張します、全然頑張ってください。頑張ります。リズムですね、カッカッカッ、まあ、最初ピアノだけとかなので、多分上げた方がリズムは感じやすい。はい、わかりました、はい、ありがとうございます。やばい、声震えちゃう、緊張してきた。日から想像したら運命出会えた奇跡、これからもずっとと信じたいかな、あなたのことを愛してる、よいしょ、お疲れ様です。お疲れ様です。いい感じです、めちゃくちゃ。楽しかったです。すごいいっぱいメモが、ハンハンに向けてちょっと感情込めて歌いました。はい、素晴らしかったです。また次も頑張ります。私は2回目です。ユータ取れるように頑張ります。続きますように
な感じ、ポップスって感じですもんね。あーね、だからなんかこのサビの伸びやかな感じがすごい、うん、いいんですね。めっちゃ楽しかった。本当にすごい、私の夢が一つ叶いました。嬉しい、たくさん聴いてください。もう本当に心込めて作ったので、ぜひぜひたくさん聴いてください。ハオハオに向けて作りました。皆さん動画見ていただいてありがとうございました。楽曲制作の裏側ということで、皆さんどうだったでしょうか。すごいいっぱい考えて時間も重ねて作った大切な大切な楽曲になってます。私たちのことだけじゃなくて皆さんにも通ずるところがあると思うので、そのことを思って曲を聴いていただけるとよりとても嬉しいです。この歌詞が特に良かったとか、これどういう意味なんだろうとかあったら、ぜひコメントとかでも書いてください。答えていけるものは答えていきたいと思います。チャンネル登録といいねお願いします。コメントも待ってます。こういうたくさん聞いてください。よろしくお願いします。ありがとうございました。愛してる。